バント。進撃の巨人。いや、やっぱり寒いわ。まあ、寒いな、やっぱり。ほら、言ったやん。たまやな、やっぱり寒いな。あ、そうか、駐車場こっちにもあったのか。で、多分こっちに止めてって言われた。体験。これどうしたらいいんだろう。観光体験したいんだけどな。これやね、多分。あ、これこれ。で、で、お芋1個買ってるから、あれも芋も。芋入ってる。じゃあ、1個買ってんの。そう、1個買ってんの。すごい大きいね。ちょっとめっちゃでかいで今。どれか1個だけ。1個買ったから。こっちでもいい、どっちでもいい。どっちでもいい。でかいやつ。1個だけこのやつやろ。そうやね、でかいやつ。あ、さあ行こう。はい、はい、オッケー。すごい、めっちゃでかい。めっちゃでかいやん。これは。でかい。さあ今日はね、野菜バーベキューができるということで、さすが宝塚。自然の家に来させていただきました、はい、こちらはですね、私は小学生の時に現地学習できた施設でございます、まあ、いろんな、ね、体験ができるということで今日は楽しんでまいりたいと思います。来ましたね、バーベキュー場。そうか、そうか。よっしゃ、じゃあ反応体験やね。ハンゴでご飯を炊きます。いやー、すごい野菜ね、これ見て、このでかい、ね、今から準備をしようと思います。よし、米洗いましょう、たくちゃん。はい、オッケー。そう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 、こう、そうです、そうです、そう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 、やって、シャーッと、シャーッと、そうそうそう、冷たい冷たいな。そう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 、冷たい。違う違う、米が落ちてたよって。なるほど、ほら、冷たいよ。すごい。よし、行こう。3番目の方やって。僕3番目の方、うん、ここに池みたいなんで、まあ、すごい、大きいの方は、あ、オッケー、めっちゃ赤字で、よっしゃ、オッケー、大きめに焼けたら小さくなっちゃうって。オッケー、あれいいよ、こんな感じ。大きめに、大きめに、チューリティオンって言ったのが4000円ぐらいの。まずこう、こう行こう。すごい。手を気をつけてね。そうそうそう。じゃあ、ね、え、いいよ。ね、白ご飯。あっつい。半個今。お願いしてる。袋を買った方がいい？いや、いける。いける。いけるやろ。すごい、すごい。おいしそう。いいね。韓国でご飯買えた？ないね。ないな。もうだってメスティンやもんな、安いな。安かったら安いけど。よし。やばい。ちょっと野菜が焦げたら嫌やから。設計がそんなにないもん。そんなに組み立てがあったら、うん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 、加減だったらさ、もっとピーマン、あ、トマトとできた。トマトは食べる？カイカイロちゃうやん。ごめん、全部は無理。うん、you
ほら見てください、この焼き芋ホク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 すぎる、めちゃくちゃ美味しい。ごちそうさまでした。インターインターホンアセチック行こう、全体地ここから入っていって上ゆっくり行ってもいい。僕が先頭。二手に分かれてるね。アサイチック中の、あ、楽やな、じゃあこっちやわ。こっち行く？ああ怖いな。いや、なんか狭い道やな。え、でもここにマッチリスってあったよね。狭いな、ここ。うん、怖いな。これがまず一発目。うん、バランス悪いから不安やな。カメラもそれ落ちたらもうカメラもバウゾーンに。僕の方が早いやん。ちょっと鼻先聞いてくれ。怖いな。これ怖ない？これちょっと、え、なんで？違う、これ持ってるから。僕が怖いやん。なんか結構激しいねんけど、どんなんやったかな。丸太みたいなやつはな、子供はいけるけどな、大人はな、うん、体重が重いからな、クリックリしていかれへんしです。あ、そうな。へ、すげえ。はい、親はもういらない。これ用できんな。あ、これはひどいわ。あ、そうやな。ああ、これ難しいやつや。これは、これは、これじゃナイトスクープでやっとるってこれ。怖い。俺たちやめとき。怖い。痛い。やめとき。やるとしたらこっからやるわ。いや、低いとこからやるかな。こっから。これ低いとこやばいわ。あ、やばい。子供でそうやったらちょっと大人は無理やな。うわ、めっちゃ揺れる。怖い怖い。あ、いった。こっから行く。あ、怖い。怖い。ここに網がある。あの、奥はもったいない。この荷物が嫌やねんけど、引っかかるし。え？ちょっと行ってくれ。もうこれで終わり？終わり。終わり。なんでそんな、はい、そんな嫌そうな。だってほら見てよこれ。ちょっとゆらさんとって。二目。危ない。危ないって。怒るな。もうちょっとユラさん取ってよ。年々こういうのはもう無理。あ、よかった、終わりやん。なんで持ってるんですか？隠しステージ。これ持ってこうやってやってみるやん。隠しステージない。あ、面白かった。面白かったですね。うん。かっちゃん面白かったですか？うん。もっとアセイチック欲しかった。マンチョ。え？マンチョ。美味しかったね。